goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。こんにちは。goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。はい、というわけで、復活放送でございます。どうも中村健太郎です。 goodair.com インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラブスティック。早かったかなと思いながら、ビットライトさんこんばんは。祝復活ありがとうございます。インターネットラジオ goodair.com プレゼンツ九州トークバラエティ DJ 健太郎中村。ああ、なんか今勝手に流れよったね。もうビビるわ、勘弁してほしいわ。音聞こえてますか？聞こえてます？もうなんかごめんなさいね、本当。まだね、本ちゃんで復活っちゅうわけにいかんのですよ。ちょっといろいろ準備しなきゃいけないこともたくさんありまして、その関係でですね、まだなんかちょっとうまいこと言ってないんですが、まあすいません、ちょっといろいろとね、これまでお休みをした分のご説明なんぞしながらやっていきたいかなというふうに思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。まずね、何が起こったかという、生配信毎日やってたじゃないかと、思いの方いらっしゃると思いますが、生配信ですね、毎日ちゃんとやってたんですけど、その過程の中でいろいろと問題が起こってしまいまして、まずその1、ウイルスにやられたまずウイルスにやられてしまいました。でウイルスにやられてしまいまして、これは困ったなと、正直思っていたところなんですが、まあまあそれは別にウイルスがなくなりさえすればいいので、まあ解決したかなと一瞬思ったんですね。で一瞬解決したぞイエイと思ってたんですが、なかなかね、そのウイルスを、なくすために一回初期化したりとかね。あ、ババナシーさんこんばんは、聞こえています、ありがとうございます。いやー、もう本当にいろんなことが起こってしまいまして、ただその中にはね、いいこともいろいろ起こっているのですけども、まあ、とにかくパソコンが言うこと聞かんで動かんで、もう本当にもうクラーってなってたんです。もうクラーっていう、もう燃えに燃えまくっていたりとかしたんですけど、まあどうにかそれは解決をしと、今から生配信ちゃんとできるぞという状態に一応持ってこれたかなと、今日までね思っているところでございます。でもね、今日これがこんまんま生配信をやれないんです。あ、ちゃんのさこんばんは、すいません、もう本当にせっかくね皆さん遊びに来てもらったのに生配信できてなくて本当すいません。何があったかちょっと皆さんにご報告をね今しているところですけど、まあとりあえず生配信は俺のマックにウイルス的なものが入ってしまいましたという話です。でウイルス的なものが入ってしまったがためにですね、まあいろいろと皆様にはご不便をおかけいたしまして、これ困ったな、どうしようかなと思っていたんですけど、完全にクリーンインストールで、全ての Mac のデータを消して、で復活させたんです。で復活させてですね、昨日どうにかしてやろうと思って喋ってたんですけど、昨日は昨日で今度インターネットがつながらないと、まあ、いうことになりまして、まあ一つずつ理由がいろいろとあったんですが、すいません、本当うまいことねやれてなくって、せっかく皆さんにその面白くはない YouTube ではありますけれども、習慣としてね、暇があったら、おあいつ今日もやってんなみたいな、そんなノリで見てもらおうと思ってですね、頑張ってやってきていた割には、ちょっといろいろと失敗があり、うまくできなかったなと反省をしているところでございます。でさあここからなんですが、今日ねちょっと短めにさらっとご報告だけ今回の生放送ではさせてもらいたいということなんですね。何が今日の報告かというとですね、実は僕がやってますこのインターネットラジオグッドエアは、まあ、本来はラジオの、生配信を24時間やるというのが基本なんですね。で熊本の水害があってから、まあ、完全にその生配信、生放送はずっと24時間流れてるんですけど、
すごい古い内容だったりとか、まあ、あの今までいただいたインディーズさんの音源だったりとかっていうのを放送をさせてもらっておりました。で、これはもういい加減ね、受験が終わればこれを復活させなければいけない。まあ、俺大体1999年の12月24日からずっとやり続けてるのはやっぱりこのラジオ、インターネットでのラジオっていう形なので、今こうやって YouTube っていうね場面に映ってきて、まあ一時期はこの YouTube でも生配信でずっとラジオ流していたんですが、まあ著作権の問題とかですね、例えばあのインディーズさんがうちに流してくれっていう言いました、でも今いろんなところで著作権うちが管理しますよ管理しますよっていうのが来るので、インディーズさんはうちに全然流していいですよって言ってるんですけど、うちで流したやつが YouTube で流れるとまあ著作権違反だというふうに来てしまうとかっていうのがあって、まあ YouTube では今あの24時間の放送は流してないと、まあいうことになってるわけですね。まあまあ今日あの皆さんに何をお伝えしたいのかと言いますとですね、まあその YouTube だけでなくラジオをやるというまあこのスタイルをやっていくために、僕はスタジオを作るっていう企画をやったんですよ。で以前はですねスタジオを作るという企画をやってみようと思って、実際に物件を見つけてきて大家に直接交渉をして借りるという話になったんですけど、くしくも、反安倍のいわゆる日教組みたいな元学校の先生の持っている、土地だったこともあってですね、ものすごくなんか途中から態度が変わり、こいつはどうも左側じゃねえぞという、まあ、ことになってしまいまして、でその方から、まあ最初2万円で貸すとかっていうのが、なぜか知らないけどこう7万とか8万とかで毎月貸すとかって、いう話になりまして、話がこじれにこじれてしまいや買い取れとかね大変なことがあったんです。まあ、これはあの再生リストの、グッドエアスタジオ計画っていうのがありますから、まあ、そちらを詳しくはご覧いただきたいと思うんですけど、あの大家とかね出てこないし、あのアブネーナーも削除させてもらったんですが、まあ、そういう企画をやっておりました。ところが、まあ、完全にこれ頓挫したわけです。もうこれはもう無理だ、どう考えてもこれ無理だから諦めようっていうことに前はなっちゃったんですよね。あ、チャンドさんとんでもない大家でしたので覚えてます、ありがとうございます。でですね、私スタジオ計画は諦めておりませんでしたということなんです。はい、たかだか底辺 YouTuber 1200人ぐらいしか、チャンネル登録者もいないしょっぽい YouTuber ではありますけども、私は熊本県八代市というところに生まれ育ち、この街をもっと盛り上げたいと。でそのためには YouTube の撮影スタジオを作っていろんな人に出演をしてもらったり、いろんな人にそのスタジオで YouTube や映像制作なんかを使って地元のことを発信してほしいと。なおかつ、ラジオの放送スタジオもちゃんと作ってですね、ゲストの方も呼びながら、まあ変な話朝まででも語り合えるような、まあ、そんなスタジオを作りたいということをずっとかねてから願っていたわけであります。でなんだかんだ巡り合わせに巡り合わせがいろいろと重なりまして、なんとですね、私なんと、スタジオついに借りることができました。イエーイという報告なんです。スタジオをですね実際にゲットいたしました。いやーきつかった、本当にきつかった。非常に低料金で非常に築年数が長く、もしかしたらいつ倒れるかわからんようなところではありますけども、1階がだいたい12畳ぐらい、2階に6畳の部屋が2つと8畳ぐらいの部屋が1つというですね、4つの部屋を備え持ち、なおかつ風呂もある。まあ、もしかしたらもうすぐガスの契約もするんで、お湯も出る風呂も入れる、というですね、そういうスタジオをとうとうゲットいたしました。いやー長かった、本当に長かった。で今日ですね、あの電気を通してもらったんですが、まあ、とにかくその物件が古いんですよ。めちゃくちゃ古くて築55年なんで、本当に大家さんの、まあ、オーナーさんのもう好意でですね、今回は貸してもらえるってことになりまして、ありがたい、もう本当にありがたい。そういうことでお借りしたんですが、電気が通ったわけです。でも古いじゃないですか、もう怖いじゃないですか。これねブレーカー落としに行ったがええなという話になりまして、今日はもうニュースの準備もね、皆さん僕の後ろに映ってると思いますけども、あのニュース読む気は満々なんですよ。満々だし、まあいろいろありましたよ、緊急事態宣言がね終わるとこ、
それからまあ独自の緊急事態宣言を終わらせるとことか、延長するとことか、熊本なんかも熊本県全体としては終わらせるけど熊本市だけね続けるとか、まああとね知り合いの人のねお店に行ったらね1日4万もらえるけんちょっとねみんな盛り上がったりとか、まあそんな話を今日いろいろしたかったんですが、今日は嫁さんと今からですね、まあその噂のスタジオの方に、行ってブレーカーを落とすという大仕事が今日は塾の終わりにあるわけでありまして、無事に生配信が出せたということで、もうせっかくビットライダーさん、ババナンシーさんもチャンノさんも来てくれたんですが、今日はここで終わろうかと思います。今日これをね、あの皆さんにお届けをしたかった、お伝えをしたかったんです、この事実を、ということなので、これからいつでも友達 YouTuber が遊びに来たら泊まるとこもあるしね、スタジオもあるしという状態になりました。今ね電気通して水出るようになって、でガスが来週の月曜ぐらいかな、でインターネットの申し込みがこれからっていう感じになります。まあそういう状態でどうにか無事に、準備ができましたので、まあご報告がてらの今日は生配信ということでご勘弁をいただければなと思うわけであります。ちなみにインターネットの回線もですね再びあの有線に変えましたので、早々は落ちないと思います。あと画質めっちゃ落としました。今までねなんかあの1秒間に 4.7 メガぐらいだったの、いや 4.5 メガだったかな、だったのを 2.7 メガとかなんかそのぐらいの画質まで、画質も落としました。どうにか、まあ、これで Mac も完全にクリーンインストールしたので生配信やっていけるのではなかろうかというふうに思うわけであります。なので皆さん、また明日の夜もですね頑張って生配信しますが、まあ、今日はこのご報告をとにかく皆さんに伝えたく、これ休むんじゃなくせめてこの話だけでもお届けをしてですね、今日は終わろうじゃないかということで、無理やり生配信を今日させてもらったということなんです。ちゃんとさん笑っているお疲れ様です、ありがとうございます。いやいやいや、そうなんですよ。だからババナンシーさんもなんかお出かけしてね帰ってきてくれたってことなんで、わーやった聞いてくれてるっていうのはあったんですけど、まあ今日はこの、まあめでたいと言いますか、実際にあの契約に行ったのも今日ですからね、今日今日朝から契約に行って、借りてまいりましたから。あ、ひかりんさん、まさこんばんは。まさかスタジオ計画諦めてなかったのはおめでとうございます、ありがとうございます。いやー本当大変でした。だからあの今日ね前の大家さんと揉めてるんで、ぶっちゃけて言いますけど、家賃がいくらかは言いませんが、1年分がっちり払ってきました。全部。だから、間違いなく1年間はそのスタジオはあります。ただ、これ、動画をね、出していくんで、あんまり言うのもどうかなと思ったんですけど、まあ、築55年ですよ。しかも、まあ、すんごい古くて、床がたわんでたりとか、でおそらくねもともと畳が敷いてあったんだと思うんですけど、畳とか全部どかしてですね、壁とかにもちょっと穴が開いてたりとかっていうようなところなので、しかもお隣さんとの間が15センチしかないと。だから昔みたいにバンドを呼んで練習してもらったりとかして八代を、まあ、俺らの街を盛り上げてくれるね人をたくさん呼ぼうじゃないかっていうような雰囲気ではないんです。まあ、そこら辺がちょっと難しいかなというところではあるんですが、まあ、そこをお借りしましたので、まあ、随時、動画の方は出していこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんそちらお楽しみにしておいてください。オーナーさんからも見るからねって言われたんで、マジっすかと、いやーちょっともう見られんのはと思ったんですが、まあ少しずつ自分たちでリフォームしながら、実際に10年ぐらいかな、あ、チャンノさん昭和40年くらいからある物件、まあまあまあそういうことですよね。しかも海のそばです歩いて目の前がフェリー乗り場で、まあ、道向かいがフェリー乗り場で、もうフェリー乗り場から俺釣りできます毎日まあまあ一応塾がありますから、結局皆さんにこれ生配信でお会いするのはここだと思います。授業が終わって、はい、みんな帰りました、12時になります、こんにちはって僕は言うんですけど、まあ、これが終わってから実際に収録をしたりとか、撮影をしたりとかっていうのはおそらくそのスタジオになると。
という予定なんですね。で、まあ、これは僕ほとんどあの夏とか夏期講習でいなかったりとかするので、これからいろんな人にね使ってもらったりとかする分でどうかなと思ってるので、シャンノンさんもよかったら熊本遊びに来たらぜひ泊まっててください。3部屋ありますから、1個はまあおそらく編集部屋にするんですけど、2部屋空いてるっていう状態なので、ぜひシャンノンさんもね、あのリフォームが終わったら遊びに来ていただいて、何か撮影とかねできたらなというふうに思っております。まあこれちょっと発表するかどうかすげえ悩んだんですけど、でもやっぱりこうリアルタイムな僕の情報をこう出していくっていうのは大事だと思うので、まあここではもう発表してしまおうということにしたわけであります。まあそういうわけで、すいません今日はまあもうこれで終わりなんですけど、まあこのご報告ができたというだけでもう満足私は満足です今日は。すみません、ニュースも一つも読まずに、で明日またね、あ、港のあたりですかってビットライダー、そうよ、外交よ、八代の外交っていうか、もう八代の外交でフェリー乗り場の前って言ったらもうすぐ分かんだけどね正直すぐっすよ、分かると思いますけども、まあ、まだ看板も何も出してないしですね、まあ、そんな感じの、場所を作りました。ぜひあのご覧になってない方はうちの再生リストの方からですね、グッドエアのスタジオ計画というのがございますので、そちらを、ご覧いただきまして、ああこんなのやろうとしてたのかと、あらこんなところで警察行ったのかとかいろいろまああのご確認いただいて、新たなスタジオ計画の方をですねお楽しみいただければなと思っております。ということで、僕の生配信としてはもう超短いんですが、嫁さんがもう眠いと、そろそろ行くぞということで、ございますので、今日の生配信はこんなもんです。でもこうやってね3日ぶりにあのやらせてもらって、皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。もう忘れられたかな、誰も再生ね見に来てくんないかなとかいろいろ思っていたんですけれども、あの結果的にこうやってね皆さんお集まりいただいて、コメントをいただいて、マジでありがたいなと思っていますので、これからまだまだねいろいろと、準備もして、まあ、そのスタジオの件もそうですし、今やりたいことがすごいいっぱいあるんですよね。ただ、そのスタジオのブレーカーを落としにだけ今から行って帰ってきたらば、僕は熊本県の公立高校入試の、解説をですね朝までひたすら録画し続け、朝からそのまま授業に入り、そしておそらく明日の夜12時、全く寝てない状態で皆さんにお耳にかかることになるかと思います。はい、であの限界を感じたら11時ぐらいから配信します。明日はちょっとあの予約入れておきますけど、まあ、もしかしたらあもう死ぬな俺、あもう無理だなと思ったら12時を待たずして生配信をするかもしれない。まあ、でも11時はまだ生徒いるもんな、生徒いる前でこの生配信をする勇気は俺はないですけど、まあ、まあもしかしたらちょっと早めにやるかもいたし、知れませんが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。まあ、映像が出ればですね僕の地元とかビットライダーさんとかもすぐあそこかって分かっちゃうような場所になるかもしれませんが、ぜひよかったら遊びに来てもらえればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで20分経ったところで今回はここでお別れでございます。ここまで聞いてもらってありがとうございました。また明日12時にちゃんとやりますから、はい、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。バイバイバイ。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報